ね、気持ちの整理がつきましたらスタートボタンを押してください。まあ、ポチョムギン使いは若い人が少なくなってる気がというコメントがあるんですけど、まあ、切れる若者というのがありまして、なかなか我慢強い大人がね、減っているという、若者が減っているという感じなんじゃないでしょうか。まあ、年取ってる人が切れなくなってるってのもない話ですけどね。Nightmare Fear. Chip vs. Batman. Get ready to Heaven or Hell. Duel 1.Let's rock. さあ行きましょう、対戦不足 B、サミットチップ対サバミソベットマン。さあ見えなくなって立ち回ります。見えないけどしっかりコンボできて足払い、この滑空差の足払いが非常に強力。滑空からのタクは空中足でジャンプ属性を仕込んで、ハイジャンプ属性などを仕込んでいますと、あの後空中足などもありますので、一概にしゃがみっぱが、対策ってわけじゃないんですね。さあギネス IP からその場バックステップで回避していく KKTTB アルファベードからしっかり画面足の壁枠につないで見えない言動を返してはいく。そして空中投げが決まってガンマブレイド1本選手はサミットチップ。サミットさん本日本当に8球とか9球だったらもう3球まで来てます。すごいです、強いです。さあマイピータイク、マイピーがやっぱそれなりにベッドマン強いから読まれるとマイピーで裏めくっても落ちちゃうような気はしますが、やっぱなんだかんだで頭投げたりキャンセルに対してアルファブレードとか転移とかの逆タックかけられてる感じがします。ベッドマンきついんじゃないですかこれ。絶対ベッドマンなんかでかいし、ジャンプ強いですけどね、チップはそれ以上になんか自由に動き回ってるんで。そう、これですよね。結局こうやってデジャブとか出しても転移があったりとか、その転移止めたいなと思ったらアルファブレード昇竜拳ももちろんありますし、止まれたらねやっぱ3段ジャンプだし、端がそうやってれば壁のやつもあるからね、こうやって逃がさずに殺すのが、まあ、いつも通りですよね。そうですね、多分使用率下から2番目キャラなんじゃないですか、お互いに。ちょっと上がってきたよ。足払いから位置が変わって SKKSSKKS ハイストラベータプレイ、ベータプレイが2段当てることによってゲージ回収を少し良くするらしいです。見えねえ、キンバーストもガード、あーこれまずい、アルファからちょっと重いが、いや思ってた、わかんねえ、じゃあベッドマンでかすぎてどっちかわかんねえ、あ死にましたこれ、いや残ってる、あとは危険して急投げするだけの作業になってしまってしまいましたが、ジャンプ者がシャリシャリ当たって先方戦制したのはサミット氏。見逃されただと、ベッドマンのデッドアングルなんかめちゃめちゃ弱いんですよね、なんかなんか空中ダッシュされるだけで当たんないみたいなイメージありますね。確かにそして出てくるのはエキシャンミリア投げさんのファースト対象に置いてとなります。この組み合わせ本当早くて面白いんですよね。確かに。さあ 2K から画面中央、まあ、昇竜拳があるのでこうやってちょっと微妙な状況の起き上がりはこうやって距離を取って読み様子見をしないと面倒くさい感じになってしまいますね。おしまいは変な当たり方でした。
空中カウントですね今の。特殊な感じで飛びますね。さあ去ってしまったか。さあロマキャン画面足チャンス、画面足でこれは落とせるでしょう。さあデッタングルマイケルに合わせて見えない、このダッシュ感性のついたエステイ、これが強いんです。そうなんですよ、お気に入り決定ですね。さあ画面表見えません、このねドリキャンの見えない垂直ジャンプだったり前ジャンプだったり、これを使えるのが本当に楽しいと思います。さあ右側はちょっとめんどくさい感じになっては、直接新機動で拾って空中ダッシュハイスラー、勝ったのはサミットシップ、強いです。コナミ感な感じが連発し合いますね。さあ出ました投げファースト、だ投げさんチップを倒してもこの後やってないとはいえサトゥーのミリアがいますから、ちょっと辛いですね。押田さんまで行けばみたいな雰囲気あります。あランクアップマッチと思ったけど、そうだって今9だった。詐欺ですねこれは。詐欺ですね間違いなく。さあまずは一丁上がりフェイダー総裁、ジャンディーダッシュスピードからジャンディーを起こして、これはダウンを取れているか。さあコパンカで返してサクガンからの速い下段パク、タチピがもうすでに置いてある、いい判断。あっ昇竜拳芋掘り昇竜からタチキン S2 ハイスラー KKKKS ハイスラーベータブレード、さあこれはバンキー、おららすごい、バンキー減りますね、まあ大丈夫って感じで減ります。そうですね、そうそうなんです。知らないっすそれ。あ、はい。ダメですね、前ハイが入るぞ。さあ、画面しやばいことになってる、やばいことになってる。クナイからクナイが降ってくるし、隕石も降ってくる。とんでもない街の状況になっておりますが、画面しハンマー、目の前に落として、ドリル。前から逃げたい、しかしジャンプハイスラーがちょっと嫌な間合いになります。足バレがヒットしない、ここはちょっと壁に到達しそうなのでバーストを使ってきます。新機能食らった後、直後じゃなくて食らった後だったらね、危険できませんのでバーストポイントとなっております。多分さあ最終ラウンドになりますよ。アルファブレードエイムスフィールで失敗してしまいました。さあナギファーストが攻めるが、ハンマーハンマー違うチビだった。ジャディダメ足耐えたい、投げ返し直下から投げて、チビファーストのアシストはちょっといらんことをしたかなといった感じ。さあ足前から前入ったその場ガードが固い、さあ通ってしまう、こっから表裏拓どちらでしょうか。出たこれはもう通用しないか。ロマンキャンセルが前柱横をジャンディ空中カウンター2杯するから 2K を出して着地を投げる、画面足ジャンプヘッド無理やり拾っていく、バースト使ってジャンプ台引きずり下ろされるか、見えなくなった、これはちょっと大変な状況になってしまった、見えません。クラジャンプからダッシュで投げを止めた、
空中投げ、上を見ています、投げファースト勝利です。あなたの眼差しは暗海を避けて、ちょっとやはり体力リードしているということで、どこかで出し投げしてくるだろうという感じでコパンを置いていた感じですね。さあ出てくるのは対戦不足のエーミリア。大丈夫でしょうか。まあなんだかんだでもう3000試合先にもうやってたんで、もうなんかね、あと今流しみたいな感じでしょうね。ダメすぎり、さあここは置き攻め、ジャンプ系から D 落として画面端タンデム YK ヒット、キングスこのゲージの 50% 未満の状況では危険を仕込まれている可能性が高いので、バーストポイントがねすごい難しいです。投げ返し、さあドリルから足払い、装填強引、これは死にますね。逃げ減った、イングスを出して抜ける、まあ、ここら辺がなんかサトゥーのやり込みというか研究というかすごいところですね。上がり足、前 P から爆弾モロトモ、しかし大ダメージを与えてる。 2K で前 P を潜りつつ潰して、先ほども見た光景、多分飛びで抜けるところにうまい具合にジャンプ系を置いてるんですけど、こちらもダッシュ、立ち系を潜ってバラが咲く。さあ投げて拾えないが、めちゃくちゃな状況、あ何がどうやってんのこれ、もうああなるほどね、多分艦長かなんかだったんでしょうか。さあ画面中央足払い停止か、 2K 刻んで画面中央マイケルクラス立ち合い、つながって画面足飛んで回避、 2K からちょっとここはまあそうなんだか、円安じゃねえ、あのレベルにねダッシュをこう合わせて停止なんで潜れるんですよね。ジャンディから最大コンボっぽいが、これ投げてダブルアップ、ティンバースも呼んでいた、ローマンキャンセルはせずにシークレットガーデン、状況をかなり有利に落としていく。ダメ足ダンデムキャンからの中断つながらない。さあここ引いてしまった、サープジョニーじゃなくてミリア、この一瞬の隙を見せたら、そこをついてくるのが投げファースト、勝っています。そして大将戦、撲滅大将 F ポチョンキンと大将戦になります。さあ帝といえばこれですね、この2人が大体やってます。さあ本日シングル大会決勝まで行きましたが、ミリアに及ばず2位となってしまいましたが、ポチョムキンというキャラでシングル戦2位はそれだけですごい。さあここは大将としてしっかり次につなげていきたいんですけども、ちょっと引きがファーストいいですね、下段からこっち来てゴイング前へ、さあ直後見せますが固めがない、ここはホールドしていました、おっと耐えて前へ、かっこいい、爆音の中から歩いてくる感じでかっこいいですね。メガフィスト、ダメージ、タッチピーからドリル、ドリル、デッドアングルじゃなくて、ブリッジシールドを離しましたが、ここでメッドギリ、さあ、関与出しめった、なんとここで投げ返して、バックステップ、そこにドリルが刺さります、
メインエスがねナチュラルに体験になっております。タッチ系足割から足元投げてダストアタック、おーヒートで直接掴む。スライドヘッドは当たらない。ここで2敗すら半分で、さあもうすでに先の状況を想定して固めて固めて、マイクマイク止まっちゃいましたが、ダブルアップ捉えていく。画面端円安をすでに発生した、マイビーマイク前系デコピン、画面端から逃がしたら終わる。しかしこのパスをピーピーピーと刻んでロマキャンティクス強引に出し切り、2敗すらカウンターヒット、ハンマーか連続ヒット、やったまま投げファーストとなりました。ベスト4進出は嘆きの外国チームとなります。解決に見えて実際は枷によって凝縮された姿なのですね。それが解かれる前に決着がついてよかった。ふい、ではベスト4となります。コメントの方をねもらっていきたいと思います。